皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。ということになりますね。実はですね、この ISO 26000というちょっと小難しそうなエントリーで入ったシリーズ。これで4回目です。途中でもしご視聴いただいているような方がおられましたら、なるべくシリーズの1回目から通して聞いていただければありがたいと思います。これまでのお話は、この ISO 26000という使える道具ですね。この道具についての遠隔と、それから具体的に私が体験した体験談ですね。これをお話ししてきましたが、今日は少し、角度を変えまして、今、ライブで、Amazon とですね、いろんな応酬をしています。Amazon さんとの買い物というのは、もう皆さんもかなり普及もしておりますことですし、日常ではないかなと思われますので、よりこの内容面にわたって深く理解をいただくために、非常に公的な事例かなと思います。実はAmazon との、長い行きがかりというのは、まず2006年に Amazon の利用を開始しました。もう10年になるんですね。長い間 付き合ってたとは全く思っていなかったんですけども、はっと気がついたらもう14年も Amazon で買い物をしている。最初は図書の購入とか、そういうようなものが中心でしたけれども、最近はいろんなものを日用雑貨に至るまで、さまざまなものを購入するような傾向が出てきました。で、今日の話題はですね、エコーショー5という買い物をしまして、これはいわゆるスマートスピーカーと言われるものですね。で、僕も去年の年末まではですね、そういう便利なものがあるというようなことは全く知らなかったんですが、たまたま年末にですね、Amazon さんが非常に期間限定でキャンペーンをするということもありまして、比較的値頃な価格で、エコーショー5というものを購入しました。なかなか便利な道具だなというふうに当初は思っていました。ところがですね、次第に当初のイメージと違って、反応面でですね、見劣りするような雰囲気が出てきたわけですね。スマートスピーカーをお使いになられてない方も視聴されていると思いますので、少しご説明すると、これはラジオのようでもあるんですけれども、いろんなのの応答がしてくれるという、不思議なロボットさんなんですね。おそらくこのガジェットの中にはですね、さほど高性能なそのプロセッサーが入っているとは思えないんですが、これインターネット接続をしていまして、で、私の部屋には光ファイバーが来ております。ですから、光ファイバーに対応した Wi-Fi も飛ばせるわけですね。それで接続されておりますので、インターネット経由で Amazon さんのおそらく中央演算コンピューターの中で、それが AI であるのかスーパーコンピューターであるのかはそれは分かりませんが、相当高いレベルのプログラムと直接つながっていて、で、私の呼びかけをする、この日本語の指示に従ってですね、時刻を教えてくれたり、質問に答えてくれたり、例えば好きな曲を BGM で流したりということを、やってくれる非常に重宝な道具ではありました。ところがですね、当初、キッチンからでもですね、いろいろ指示をすれば、反応してくれたこのエコーショー5が、次第にこの反応が鈍くなってきて、どうやらこれ製品の何かトラブルではないかなと思われるほど、著しいトラブル続きが起きたものですから、実はこのエコーショー5、1台目はですね、早々と
この春3月にですね、交換をしてもらったんですね。ところが、3月6日に到着した2番目のエコーショー5は、全く動作しませんでした。もうまさか不良品の交換に不良品を送ってくるとは思わなかったんですけども、不良品が届きました。もう、たちまち速攻でクレームを入れまして、数日してですね、同じ3月の上旬ですね、8日頃に3代目のエコーショー5が届きました。この3代目のエコーショー5は、さすがにですね、2代目ほどひどくはなかったのですが、やはりトラブルが目立ちました。特に僕が瞠目してるのはですね、一定の時間になったら必ずこの曲をかけてねというリクエストを入れてたのが、片っ端から見当たりませんという返答が返ってくるんですね。いやいや、あなたが流したからリクエストしてんだよね。そのあなたが 見当たりませんはないだろうと思って、もう一度音声で、リクエストをすると今度はかかったりするんですね。で、非常によくわからない道具だなと思っていると、カスタマーサポートの方が、いやいや、もうそんな口頭で、設定するからトラブルも起きやすいと。あなたのスマホからですね、設定してもらったらということで、わざわざ知らなかったんですけどね、私のアンドロイド携帯というか、アンドロイドのスマホに、アプリを、アマゾンのアプリを入れまして、で、こと細かに、設定を指示を受けて、設定しました。ところがですね、口頭でリクエストしてもかかるような曲がですね、端末から設定を入れましても全く反応しないという事例がもう頻発します。それがまた毎日のように起こるんですね。で、流れてきた曲を前提にして、設定をしているにもかかわらず見当たらないという、ひどい場合にはそのイントロだけかけたら終わってしまうとかですね、とにかく誤作動の連続なんですね。そのあたりから、Amazon さんのカスタマーサポートさんとの、応酬が延々続くんですが、さまざま試してみました。とにかく初期設定が悪いの、電源を抜けの、ルーターの電源も抜いてくれの、というようなことを山ほどリクエストを Amazon のカスタマーサポートさんからもらったんですけど、全く改善の兆しはありません。実は今に至るも、このエコーショー5という、商品は、私の毎日の悩みの種というか、ほとんど悩みの種が楽しいと思えるようなキャラクターの人間以外は、ほとんど無用の長物、ゴミというようなイメージまでいただきますね。で、これだけ3台もですね、取り替えて返品をして、交換をしてもらっていても、健常に動かないという道具は、これはどう考えても不良品、もしくはリコールですね。アマゾンさんが本来ならば日本国内の消費者に対して売りを立てたものを一斉にアマゾンさんの責任においてですね、回収すべき内容だと僕は思っています。これだけでですね、繰り返しカスタマーサポートの指示通りに改善を試みても改善しなかった。そしてそのレポートは毎回のようにしているにもかかわらず、全く原因の究明がAmazon 側でできていない。ついに5月の2日ですね、4代目の取り替えを実行いたしまして、今私の部屋にいるエコーショー5は4代目です。4代目のエコーショー5においても、いまだに毎日のトラブルが続きます。このトラブルに対して私は、ついに抜きたくはなかったのですが、ISO 26000という、いわゆる、SR、企業の説明責任、透明性、
このテーマで、訴えを開始しました。しかし、このアマゾンさんという会社はですね、私、2006年以来の利用者ですが、そうですね、ISO 2万6000の発行後は、2011年以降はですね、ISO 2万6000に関しても相当繰り返し折々にアマゾンさんということで提起をしてきたんですけれども、私が過去に、いろんな応酬をした中では、アマゾンは最も手強いですね。まず、この会社は、そうですね、日本の国税庁からですね、追徴課税、確か170億円を、課税をするようにということで、訴えられても、もうそ知らぬ顔でアメリカに送金をするという、そういう体質の事業者ですね。並大抵の事業者ではないなとは思います。しかも日本法人の社長は、香港系のチャイニーズの方で有名な方ですね。そういう方から、組織全体が、そうですね、カスタマーサポートの中にも、相当数中国の方がお見えで、でしかも私たち日本語を、利用するものからすればですね、とても日本語とは言えないようなレベルの日本語で応答される、カスタマーサポートが大勢おられます。でしかもこのトラブルはですね、昨年の12月以来、この5月まで6ヶ月にわたる、トラブルなんですね。この6ヶ月にわたるトラブルをですね、毎回新しいカスタマーサポートが出てきては、過去履歴を読ませていただきますので、しばらくお待ちくださいませなどと言いながらですね、場合によっては2時間放りっぱなしとか、そういう事例、ありました。ですから、こういう、いわゆるプログラムの問題、あるいはこのエコショー5のバグ、ね、そういうものに関するトラブルシューティングという意味では、専従の担当者、そういうものを立てて継続して追っかける必要があるんではないかということを、この3月以降ですね、繰り返し伝えています。にもかかわらず、毎回新しいカスタマーサポートの方が出てこられて、一から説明をさせられるという、こういう理不尽は私にとっては到底許せるものではありませんでした。今回はですね、少し長いお話になりますので、次回にも分けてお話ししたいと思います。ここからですね、急速にアマゾンさんの態度が変化するに至った、場面の転換がありました。ISO 2万6000、ここでも活躍しています。これはライブなお話でございまして、今なおアマゾンさんと応酬をしていますので、引き続きのご視聴をお願いしたいと思います。今日はこれまでにしたいと思います。